そうですね。なんだったらインポスター入れたら 40% ですからね。やりましょう。あ、誰かいない。貴族さんが消えた。なんで？おい、光ってか。まあ、違う。しゃあないわ。じゃあ、帰ってきました。帰ってきました。よし。じゃあ、スタートして大丈夫ですか？はい、行きましょう。はい、お願いします。どんどん。よーし、やっていきまーす。お願いします。めっちゃ楽しみ。ほい。いいね、いいじゃん。熱っ。しかも、これドズさんが、あれだね。モーフィングだね。ここに来た人切りたいの。いや、無理か。やめとくか。内ボでーす。内ボでーす。内ボですな。死んでないと思ってましたよ。リンゴさん分かりやすいですね。頭にリンゴのスクリーン。あれでもメッサさんもリンゴ。メッサさん。メッサさん。メッサさん。これはリンゴじゃないですか。紛らわしいよ。紛らわしいよ。あれ？すいません。ちなみに同じメインに降り立っちゃったんですけど、ちょっとあの匂わせとか、すいません。ちょっと。匂わせだな。誰も言ってない。誰も言ってない。触れないでいただいて申し訳ないです。すいません。じゃあ私してました。いいな。まあ、ちょっといいな、はい、いいなチェロスケはリンゴさん。おっと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 、危ないよ。はい、危ないよ。スキップの4人に感謝する。入れちゃった。確かにスキップの4人。さあ行きましょう。あちー、楽しみだな。ゼンちゃんさんと貴族さんとメインで湧く。貴族ちゃんが右側に行って、全然いないな人が。チェロちゃん、よいしょ。チェロスケ初手キルしちゃった。チェロスケ叫んでるだろうな今頃。これはやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんなさい、普通に僕ミーティングをしてます。これはやってんな。いや、でもめちゃ、一応チェロスケだけ僕情報あって、チェロスケ最後にシャワーで見てます。メインか。あ、僕、メインにチェロスケと一緒に入りました。エンジン、はじめキッチンでチェロスケと湧いて、はいはい、そのタイミングで、左側にチェロスケ、ドズル、リンゴさん、メッスさんいましたよね。あ、俺左側にいました。はい、そうですね。この4人で湧いて、左側にメッスさんとリンゴさんを残して、僕とチェロスケで。ごめんなさい、メインの話ですか？あ、いや、メインに、僕とチェロスケが行きました。あ、ですよね。僕、キッチン脇でメイン一回も行ってないですよ。はい、あ、そうですね。はい、そのタイミングで、メッスさんとリンゴさんを左に残して、チェロスケと一緒にメインに行って、僕は電気室に。で、チェロスケが、そのまま、メインの、暗室の中に入っていきました。うん。あ、リンゴさんいたかな？僕目線、クレイさんは確認できたんですけどね。リンゴさんいたかな？いや、俺もね、メッスさん見えてんだけど、リンゴさんとスキン一緒だから、メッスさんが。はい、あれ、リンゴさんいなかったですか？いやー、ごめんなさい、ちょっとクレイさんははっきり覚えてるんですけど、リンゴさん記憶いないですね。ごめんなさい、キッチン脇4人だったんですけど、それ1人クレイさん。あ、そうだったんですね。はい、キッチン脇僕ですよ。はい、あ、ごめんなさい、じゃあごめんなさい、僕メスさんリンゴさん一緒にしちゃってました。あ、ごめんなさい、紛らわしくて。まさか本当にトラブルになるとは。そういうことか。僕誰も見てないです、このターン。その3人、殺された3人、カックさんの動き知りたいです。僕は、メインで義賊さんと湧いて、お、でメインのタスクやった後シャワー行ってアーカイブ行って、アーカイブで全ちゃんさんと一緒になって、はい。で、シャワー、メイン、エンジン宿舎前で停電中にメッスさんっぽい人がダウンロードやってるのが見えて、あー、やってました。はい。で、昇降機のとこ行ったら、多分上から降りてくるクレイさんかな、あれ。はしご登ったんすけど、よくよく考えたらもうミーティング、はい、俺ボタン最初ちょっと押してるわと思って、で、降りたって感じです。あ、了解了解。そこですれ違ってボタンです。ちょっともう一回押します、はい、あ、もう押せねえや。ちょっと誰かお願いします。なるほど。いや、すげえな、これ。どういうことだろうな。若
カルが動いたか、それかドズさんが2キルしてるかなんだけど、多分普通にドズさんが2キルする時間はあるっちゃあるから、どうだろうって感じ。いやー、これむずいな。これ普通にむずいね。え、なんでこんな止まんないの。止まんなすぎでしょこれ。何が起きてんの。あ、こうじゃん、俺と同じ。マジか。怖い。めっちゃビビった。ちなみに停電、停電僕が直しました。昇降機右で。ナイス。ナイスです。ありがとうございます。本当にナイス。メスさんって宿舎前でなんかダウンロードされてたじゃないですか。はいはいはい。あれってどれくらい宿舎前のあそこにいたんですかね。かなり長くいましたね。なんか宿舎前のダウンロードってすげえ反応しにくいの俺だけですか。あ、わかります。わかります。使用に入らないとなんか。そうなんですよ。レンジが狭い。使用ボタンうまく押せなくてちょっとトラブってました。でも終わってますよ。結構長くいました。はい、その時クレイさんって会いました。クレイさんはごめんなさい。俺目線見えてないですね。義賊さんは見えた確実に。でもやってる最中に抜けてたらわかんない。クレイさんどんな動きですかね。キッチン脇、武器庫、エンジン、金庫で、宿舎前の下のダウンロードタスクですね。僕なんかメスさんがダウンロードでなんかイチャイチャでグダグダしてるところを過ぎ去っていくときにクレイさんが金庫室から出てきてたんですけど、うん、メスさんに視認されてないか。停電中じゃなかったっすかあれ。停電だった気はしますね。いや僕でもクレイさん見たら停電前だったんですよね。でも扉閉まったんですよね。はい、ドズさん目線ごめんなさい。誰が左にいるって思ってるって感じでしたっけ。メスさん、チェロスケは確実にいました。で僕はもう一人がリンゴさんだと思ってたんですけど、はい、クレイさんとメスさんの証言から多分メスさんのリンゴを僕はリンゴさんって覚えちゃってて、そういうこと。多分クレイさん、はい、4人湧いたのは間違いないです。あれでもクレイさん俺より先に宿舎前抜けて金庫行ったってことですかかな多分。そうするとメスさんが違和感ありますよね。いやどっかですれ違ってる可能性はあるな。ゼンちゃんさんとノンさんってどんな感じですかちなみに。ボーテル貨物脇最初の停電直したら誰かと勝ち合った勝ち合いました。停電直すのにそれでそのままアーカイブ昇降機、はい、アーカイブで全ちゃんさんとすれ違って、昇降機右で、2回目の停電僕直しました。あ、全く同じ。自分エンジン、メイン、シャワーアーカイブで終わってます。あー、なるほど。全ちゃんさん、あの後アーカイブにずっといたってことですね。ずっといましたね。ロングタスク2個あったので。了解です、了解です。チェロスケ以外のあれないですか。死人は見てないです、ね、見てないです。もう一回整理したいです。つまり容疑者これ誰になんのこれ。僕あんま分かんないんだけどこれ。ここらやっちゃ無駄にリアクター鳴らしとくわ。鳴らさなくてもいいかなと思ったけど、ジャッカルとかが動いてくれれば美味しいんだけどな。この盤面ジャッカル動いてくんないかな。多分ジャッカル残りだと思うんだよね。俺喋ってるだけで反省ならないかな。はいはい、ナイス相談。ナイス。誰から詰めるかっすよね、その新情報で。チェロスケが最後、シャワー室にいるのを義賊さんが見たんですか。ごめんなさい、メインのシャワーのとこに入っていくって感じ。あ、メインのシャワーか。はい。ああ、そういうことか。暗室の前か後なんかちょっと分かんないですけど。それ義賊さんってどういうルートですか。シャワーからメインに行ったときにチェロスケを見たって感じですか。あ、そうです。あれ、義賊さんって僕より早いですか、抜けてんのメイン。比較のタイミングが分かんないな。メッスさん目線僕あ分かんないか。ごめん、俺クレイさんもヒカックも見てないんだ。僕義賊さん見てないから義賊さんより僕後かもしれない。だとしたら義賊さん白出せますね。僕義賊さん多分同じルート通ってるんで、はいはい、で義賊さん最終どこだ。最終ですか。はい、義賊の最終ですか、うん、義賊さんの動きも俺知りたいな。義賊の最初はミーティングの一番右側のタスクやろうとしたところです。はあ、その前の動きは、その前はミーティング最後、昇降機左で宿舎前のところで、うん、クレイさんが金庫室から出てくるのを見て、でメスさんがダウンロードのタスクやってるのを見て、うん、その前がエンジンメインなんですけども、でメインの前シャワー開いて、その時ゼンちゃんさんとちょっと一緒にいましたね。いましたね。多分メインの一番右ですよね。あ、そうです。で脇位置ってとこなんでしたっけ。脇メインです。
光がメインか。僕、義賊さんの後ろついてってるんで、はい、そこで死体見つけてないんで、義賊さんは僕目線は白出せます。僕目線、トリッピーさんとリンゴさんの証言が7人から全員から出てないっていうところで、絶対に1キルは右で起きてると思ってて、はい、はいはいはい、確かに。なんで、アーカイブ貨物で多分湧いてると思うんですよね。左にあれだけメンバーがいて、確かに。トリッピーさんとリンゴさん誰も見てないっていうのは不自然なので、個人的には、ボンさんとゼンチャンさん、ローラーすれば確実に一郎は釣れるかな。いやー、電気とかだとどうなの？まあそうっすね。ちなみに皆さん、これって2キルかジャッカル絡んでるかどっちだと思います？いや、多分長かったから、インポスター2キルどっちかしてそうな気がするから、ジャッカルが初動で動くかと。うん、まあ初手動かんよな、うん、ジャッカル。結構貨物ラウンジあたりは怪しいなと思いますね、自分目線、うんうん、確かにドズルさん説得力あるな。そうよね、うん、ドズルさんナイス議論展開ですね。強い、めちゃくちゃ強い。これボンさん釣りいけそうだけどね。あと僕ね、なんとなくだけどジャッカル動いてるような気がしてて、クレイさんあたりこれジャッカルっぽいけどな、雰囲気違うかな、そんな気がするわ、する僕は。そうだな。展望メインアーカイブだよね。おお、マジ？おお、広い。はいはいはい。最終展望の方誰です、今左下の。はい、貴族です。展望、セキュリティ側から行きました。正解です。あー、オッケーです、オッケーです。じゃあいいです。なんでですか。あ、いや、ベントかなと思ったんですけど、一瞬消えてたんで、うん、このリアクター前にヒカックと展望デッキにいて、ヒカック死んでねえかなと思って見に行きました。ありがとうございます、はい、生きてました、僕。怖と思って、リアクターなっちゃ怖と思って、コックピット行ったらメッサンいました。はい、そうで、誰も死んでない、ちょっと比較しなくて残念でした。おなんでだよ。いやー、ボンさん黒そうだったんだけど、このボタン白いな。しょ、でもまあこのターン動かない時点でなんかジャッカル落ちてそう感もあるっすけどね。どう、あれジャッカルとか、まあインポスター落ちのジャッ、いや、どうなんだろう。インポスターって落ちますか。ジャッカルが切るってことですか。どっちか切ってる。三人外はなさそうな雰囲気があるかなって。確かに。うん、いやでも初手3キルで終えてないからね、ま、正直そうなんですよ。リンゴさんとトリッピーさんの目撃情報がないってことを考えると、うん、いや、あ、3人残ってるって思って行動した方がいいと思いますか、ね、まあまあそっちの方がいいかな、うん、それはそれで確かに。それを最初に言うクレイさん怪しいな。いやでもナチュラルに普通に動いてきてもおかしくないかなと思ったって感じですかね、このターン。いや、もう誰かしら絶対死んでると思ったんで。ドズさんってどういう動きなんでしたっけ、その3キロ起きたターン。僕はキッチンで、タス、あの展望に行ってタスクをして、あ、ごめんなさい、そのターン違うわ。キッチンで湧いて武器庫で、銃を足す、銃をしまうタスクをして、その後エンジン、メインとチェロスケと一緒に行きました。で、さっきも言ったんですけど、チェロスケが、メインの暗室に、で、僕が電気室に行って、パチを上げてって感じです。ごめんなさい、僕、一個聞きたいんですけど、あれ、割と早い段階で停電来ましたよね、3キロ来た時って。はい。はい。はい、で、結構停電長かったですよね、確か。確かに。長かったかな。ですよね。あれ、クレイさんって、武器庫の扉で、うん、一緒に勝ち合った後、どこ行ったんですか。武器庫の扉で一緒に勝ち合いましたっけ。はい、勝ち合ってます確実に。で、下行って てっきり停電直したのかなと思ったんですけど、これ左のキル、あ、でも停電は確かに俺が直した。停電は俺が直した。え、ちょっと待って、あれ、あ、ねえ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 、倒します。さあ、これはどうなるか、どうなりますかね、これ。お、停電が来る。オッケーオッケーオッケー。これね、1キル入れて会議行けたら強いな、普通に。無理かな。誰切りたいかな。メッスさんはとりあえず残したくて、一番いいのはギゾちゃん切りたいね。ギゾちゃん切れたら最高。無理かな、いないね、ここ。ゼンちゃんか。ゼンちゃんでもいいけどな。めっちゃ怪しい動きになっちゃった今の。怪しい動き、ゼンちゃんさん切りたかったな。今くっそ怪しい動きになっちゃったな、最悪。いやー、動いてると思うんだけどな、まだ。ドズさんって押したっけ？ドズさんに押してもらいたいな、ちょっとこれ。
いない、ボタンないんだよな僕。これ3球で勝ってないかな。かも。おお、うわぁ、全ちゃんさんの死体がエンジンルームの一番左にありました。エンジン、メッスさん見たな。メッスさ ん, メッスさん米サボ来て左行きまし、あコックピット行ったと思ったよ。メッサ、米サボがヒカックかドズルさんが直してて、僕は後から行ったんですけど、はい、でその後、直ってから僕エンジンメインって言って、メインの一番左側くらいでメッスさんが B カルプを確認してて、でその後僕の後ろ多分ドズルさんついてきてましたから、エンジン、はい、一緒に並走してました。その後メッスさんの動きってどっか見ました？メッスさんは僕見てなくて、義賊さんと一緒に、エンジンまで、エンジン行った後義賊さんどこ行きました？僕メイン電気、バイタルって言って、バイタルでメッスさんとゼンちゃんさん死んでるってなって、でゼンちゃんさんもメインあたりで僕すれ違ってたので、まあ、絶対メインエンジンあたりで死んでるなって思ったら、まあ、エンジンで死んでたって感じです。あ、なるほど。あ、ボンサーどうぞ。コミサポ中に、コクピットで、ご視聴とか終わりかけぐらいで、コクピットで僕とクレイさんがいて、はい、クレイさんを残して出た後に、メスさんがコクピットの方面行くのは見ました。僕も、はいはい、それメスさんがエンジンから行くのを見てて、その直前にクレイさんがコクピット入ったのを見てます。だから、特別でクレイさんが一番怖いなって思ってましたね。クレイさんコクピット、終盤あたりに、宿舎上から来るクレイさん見ました。あ、宿舎上からなんですか、クレイさん。だそうっすね、僕はコックピットを一瞬入ってタスクして、はい、で、どうやったら言ったんだっけな、通信じゃなくてエンジン、宿舎前、金庫。あ、ごめん、あ、そうなんです、ね、僕もクレイさん確定だと思ってたんですけど、あ、そうそう、だ義賊さんにそうだと思われてると思うんですけど、僕はドズルさんに見えてるんですよ。僕ですか。僕目線クレイさん、ボンさんとクレイさんどっちかだと思ってたんですけど、ボンさんが残してきたな、クレイさんだなって思ってました今。え、はい、クレイさん目線はドズルさん、メッサージ俺目線はドズルさんですね。ドズルさんがエンジン宿舎前って上がっていくように見えたんで、それだったら、僕義賊さんと一緒にそこ通ってるので、僕ができないことは義賊さん証明してくれると思います。これ、あー、マジか。クレイさんジャッカルですよね、はい、多分クレイさんジャッカルじゃないですか。ジャッカルだったら終わりますよね。え、そしたらなんでジャッカルなんですよ。うわ、すげー、やばい、やばい、強いよな、いや、切り合いではあってたんだけどな。でも無理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 、ダメだ、無理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 、土日で積んでたよ。いや、強いわ、確かに。何も取り付けできません。勝てなかったね、初日。強っ。いや、ドズルさんになすりたかったな。でもドズルさんっすよね、切ったゼンちゃんは。です、はい、僕一回初手さん、ドズルさんから落としたかったな。初手さんは全部インポスター、僕は1しか入れてないですけど、僕1です、はい、あ、じゃあクレイさん、あ、じゃあ1、クレイさん、やっぱそうか、なるほどね、クレイさんも左で切ったんだ。俺、ね、リンゴさん、リンゴさんを初手キルしてしまいました。なんか、そんな気がしたんですよね。なるほどね。いや、ちょっと洗礼浴びせちゃって申し訳ない。僕、ロッさんはあれだと思ってました。僕あれなんかシリフだったんですよ、僕。あ、シリフだったんすか。あ、残ってたんすね。役職全部残ってました。やっぱでもそうですよね、クレイさん俺とドアで勝ち合った後死体って、そうそうそう、いやだから普通に、ね、俺ね、メッスさんそれだから忘れてるから、うん、だから思い出して黒かなと思ってたんだよ、ね、でも それで怪しまれたからもう切りました。そう、おかしいなと思って。あ、これ違うわと思って。ダメだ、いや、これ。これ無理だ。いやでもまあ、なんか、ジャッカル目線、確かに人狼勝っても嬉しくはないけど、市民勝つよりはなんかいいかも。おいおいおい。